スーパーガールズの3期生の2人です。阿部ゆめりです。長谷よりです。よろしくお願いします。お願いします。私たち4人がスーパーガールズの4期生です。金沢ゆきです。坂林香菜です。金林優です。樋口のじのです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私たち今は2人ですが、もう一人ここには本当に行って八田奈美です。よろしくお願いします。はい、まず3期生はですね、およそ6年前、7年前ぐらいに、もともとスーパーガールズの研修生っていうもので、アイドルストリート生っていうものがあって、私たちはそのうちの研修生の一人だったので、その研修生の中で内部オーディションという形でオーディションがあったんですけど、もう覚えてます？いや、うっすらね。もうわかる、私もすごいですよ。はるか前の話だからね。そう、当時11歳、12歳とかの話ですから、もう何が何だかみたいな感じでした。はい、その時、ゆうきさんも見学に、そう、審査員側のタッチで、その時見てられたんですけど、本当40年くらいいらっしゃいましたね、50年くらい。すごいたくさん。そう、前で私たちは歌唱とダンスの方をさせていただいて、で、今合格したことに至る。そうですね。絶対に皆さん最初自己紹介っていうものをされるじゃないですか。うん、私最後まで名前を言うのをずっと忘れててで、ありがとうございましたって言って多分立ち去ったと思うんですけどよく見てた人は名前分かってくれたなって、よくね、ここにいんなっていうのは思いますね。オーディションって結構なんか名前を、あ、言い忘れましたみたいな感じで言うと逆に受けるからいいみたいな。そうなんだ。なんか他の人とは違うみたいな。そう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 。なんかクスッとなんか審査員さんが笑ってくれてバカのゴムみたいなのがあって、いいなって。あ、そうなんだ。素で間違えた。素で間違えた。12歳の失敗だから私たちは一般公募オーディション で3ルートあって、ショールームルート、ラジオルート、フレッシュライブルートっていう3ルートからそれぞれ選ばれた私たちなんですけど、だからそれぞれ多分やってることが違くて、私で言うと毎日配信をしてって、このスパガーのそのメンバーと番組に参加したりとかしながら、審査が進んでいくっていう形で、ラジオルートのね、なんかラジオに直接エンジンさんに呼んでいただいて先輩と話したり、結構でも思い出深くない？そうだね、無茶振りとか。そうなんだよ。答えれるかとか、逆にこうゆめりさんとかとご一緒した時に、こうゆめりさんから質問で答えたりとか、結構うちらのルートはこうメンバーさんと関わる機会が多かったですね。ショールームルートも毎日ショールームで配信するっていう感じだったんですけど、ランキングがついていて、そのなんかゲストのランキングだったりとか、視聴者のランキングだったりとか、あとファンの数のランキングだったりとか、いろんなランキングがついていって、実際歌とダンスを見てもらって受かった状態なんですけど、そのなんかランキングも加味して選ばれた。そうですね、ランキングも若干で関係はしてたと思う。そうです。配信の時とかってなんか配信系のオーディション多いと思うんですけど、なんか気をつけてたことがあって、毎日髪型を変えるっていうのを気をつけてて、なんかそのツインテールどうしても自分がやりたいって思ってたりとかしても、この巻き髪にしてみたりストレートにしてみたりすることで、その審査員さんがこうなんか、あ、この子これの方が似合いそう、これなら似合いそうみたいなのが想像が膨らむかなと思って、そういうの気をつけたりしてました。それの時にどれだけ爪痕を残せるかが個人的に一番大事にしてるので、めちゃめちゃ大きい最終オーディションの時になんか特技を披露するみたいな感じがあって、で私空手をずっとやってたので型を披露させていただいたんです。でその時にもうカメラがここにあるのに目の前でずっこけてなんかもう滑って本気 で、そうで気合い入れた同時にステンってなって、もう廊下にもその転んだ音が響いちゃってたらしくてそれぐらい盛大に転んだんですけど、逆にそれで、ね、すごいなんか印象に残って、まあ落ちちゃったんですけどそれはね、はい、でもスーパーガールズのオーディションでもなんか私こけたんですよ、椅子。あー、つまずいてたね。つまずいてたらガチだったんですけど、なんかクスみたいな
ね、なんかしおりちゃんとかすごい笑ってくれたので、なんかそういうので、まあ、わざとやる必要はないけど印象に残るのはなんか意識した方がいいかなと。バラエティとかが多いですよね、私たちね。バラエティのオーディションとかがやっぱり多いので、なんかまた違うのかなっていう、うん、その受けるジャンルによっても本当にオーディションの色が全然違うので、うん、本当バラエティだったらもう覚えてもらうことをもう第一優先に、すごい空間ですよね、うん、そこね、独特な空気感がありますね、うん、自分が好きなものを本当に好きなように自分らしく話すとすごく楽しそうに見受けられるので、そういうのはすごく大事なのかなっていうふうに、うん、そのオーディションのためだけに知識を入れて喋ると、それって全部本当に審査員の方には伝わってしまうので、本当に自分の好きなものを正直に話して、緊張するだけ本当に無駄だなっていうのはいろんなオーディションを受けて思いましたね、うん、ありましたよね最終審査で先輩たちがみんな前にいたんですよ。で、こう一人ずつ質問されてくる。ゆうきさんとかしおりちゃんとかはなんかすごい優しい先輩な質問をしてくれたんですけど、あの阿部ゆめりちゃんがめちゃめちゃ怖い顔で、え、じゃあ、 あの先輩の前一人ずつ言ってってください言われて、びっくりした、ね、マジかよみたいな、マジで怖いんだけどみたいな、その思い出しかないよね、その思い出しかないんですよそれ以外覚えてないんですよ、ね、でもさ、そんだけ怖く見えた、めちゃめちゃ怖く見えた裏でさ、直前までさ、これ聞いたら怖いと思われるかな、はい、やってたよ、ね、マドンで聞いていいかなただの真面目オーディションあるあるで、審査員の中で必ず一人怖い人がいるんですよ。もう何を言っても笑わないみたいな、そういう人にも動じない心強さだったりとか、ファンの人だったりとかも実際にどんだけもう笑顔で笑いかけても全く笑ってくれない人とかもいるんですよ、まあ、そういうのに笑顔で対応できるのかっていうところを見たくて、多分審査員の人ってそうやってしてるので、そういう怖い人がもしいてもその人に逆にあえて笑いかけるとかすると、その人がなんか一応だけ偉い役職だったりとかプロデューサーさんだったりするんで、その人にも覚えてもらうことを一生懸命に、あの負けずに頑張ることが大事だなっていうふうに思います。むしろなんかその人にアピールするつもりでいくぐらいの方が、うん、そうだね、花道の時になんか最後課題曲でポーズがあってゆめりちゃんとかさせたら、うち刺さるのみたいな、やっぱり素が出ちゃったあれみたいな、素が見えたかみたいな。じゃん、でもさ、あ、ちょっと引きつけたいなって思ったじゃん、だからみんな酸っぱいリアクションとかすれば、うん、ガチで酸っぱいのないんだよね、うん、それぞれいつも通りでいけばいいんだ、ゆきさんはもう酸っぱーみたいな感じでいけばいい、 OK、 おー、酸っぱがらってほしい、 OK、 酸っぱがらってハギたんですよ頑張って我慢してる感じに、ダメだ、たまに忘れるよ、うん、え、なずちゃんは
通り。うん、分かった。かなちゃんは何かなんか何もしなくてもかなちゃんは何かそうだから要素おかしいことだからさっきのテンションも。そうだね。え、本当の時、うん、本当の時はめっちゃ酸っぱかったじゃん、だってあれが、うん、だから普通に耐えられない、うんってなってたよね。うんってなる。そりゃみんな酸っぱい側で行くってこと。若干じゃあうちらはディズニーナッツちゃんは平気な顔を装ってる。OKOKOK。 うちらはちょっとなんかちょっと漏れちゃうかなみたいな、うん、はい、ということで次回はなんと酸っぱい飲み物対決ということで果たして誰が本当に酸っぱい飲み物を飲んでいるのか皆さん次回もお楽しみに。それでは以上スーパーガールズでした。バイバーイ。やばい。目の奥がついてる。めっちゃ安いよね。